ちらのルック1体目がですね、大柄のレースを使用したケミカルレースワンピースになります。このウエストが絞れるので、今私たっぷり着てるんだけど、後ろでこうやって結ぶとヒップフレアのシルエットになります。で、先行のみトールとショートやるので、ぜひ皆さんご予約お待ちしております。今私が着てるので M サイズになります。シア感のある、アッパーが特徴になります。かなり上がストレッチ入っているので、めちゃくちゃ楽に履けます。今回はですね、壁画をテキスタイルに落とし込んだ、ドレスになります。こんな感じ、結構色鮮やかなドレスになっております。で、これ 2way で、今普通にショルダーをここに紐をつけてるんですけど、次で、ちゃんとした形で着るので、またお楽しみに。さっきのメッシュの普通の黒バージョンになります。シャツワンピをシャツとして着てみました。普通に着るともうこんな感じで、すごくベーシックな形になります。なので本当にお好みに合わせて、シーンに合わせて着ていただけます。バッグなんですけど、一見見ると普通の巾着なんですけど、中にですね、こんな感じのショルダー紐がついてるので、斜め掛けで着ることも可能。こんな感じですね。はい、実はですね、エッジの効いた5センチヒールですね。今回のコーディネートはですね、このフリルが可愛いサスペンダーのパンツですね。このサスペンダーなんですけど、取り外しも可能で、ウエストベルトも今つけてないんだけど、つけれるので、まあ、これ取り外して、あとウエストベルトして、あと細い紐もセットでついてくるので、このフリルを取り外すことが可能です。で、インナーのタトゥートップスですね。本当にリアルに人のタトゥーが入ったようなシルエットがポイントです。で、ちょっと今ゆるっとしてるんですけど、本番もちょっとビタッとした感じのシルエットになります。ここにハチがいたりとか、あと後ろのこの背中のこのバラがすごい可愛くて、あとこのね、お花もこういう感じでリアルに再現してます。こういう線だったりとかも可愛い。で、サスペンダーパンツなんですけど、ショートとトールの先行があるので、ぜひいろんな体型の方に着ていただきやすいです。で、こちらは今 M サイズを着ております。今回のルックはですね、ジャケットが絡みジャガードの、生地を使っております。こんな感じで、福井の工場で作っていただいた、すごく高品質のジャケットになります。これハイブランドとかを縫製してくださっている工場で作ってます。なので本当に縫製だったりとか、ジャガードのあつらえがとても綺麗です。
中のワンピースが私メディで一番好きなワンピースなんですけど、こんな感じで実はですねこれ3枚なってます。で一番下に裏地がついていて、下にですねこんな感じのワンピース、タンクワンピが入ってます。でその上からここのねちょっとここクロスにしてレイヤードして着ていただくワンピースなんですけど、結構複雑になんですけど見た目はすごくシンプルで何にでも合わせやすいワンピースになります。これなんと前後で今着用してて、前後着用も可能です。そうするとここがちょっとひらひらなんて可愛いポイントです。でこのワンピースなんですけど、今私こちらで S サイズを着ております。でロングとショートもこちらございます。先行のみですね、先行のみございますので、ぜひ身長高い方や小さい方は先行で買ってください。こちらも先ほどの靴のブラックですね。はい、このコーディネートはこちらのシャツですね。トルコの民族衣装のカフタンから、リソースを得て作りました。こういうね細かい刺繍とか全部オリジナルで作ってもらってるので非常に貴重なアイテムになります。ここのね細かい刺繍とかもすごくぜひチェックしてほしいところです。後ろにも刺繍があります。はい、今回のセットアップはザ・リラックスコーデですね。私このコーデ結構上位 1,2,3 ぐらいが好きなんですけど、フーツジャガードっていう手法を使ったジャガード織りの、ジャケットとパンツです。でこれよく見ると千鳥のチェックになってますね。でボタンもヴィンテージっぽくてすごく可愛くなってます。でこれ結構細部がこだわっていて、こういうね銅生地で編んだボタンだったりとか、あとパンツなんですけど後ろがねこのねパイピング、黒いパイピング入ってたりとか、なんか細かいディテールをすごいこだわって作ったセットアップになっております。はい、こちらが、レントゲン花柄のプリーツスカートになります。今年の水着です。今年は私過去一可愛いなと思ってて、このレイヤードのスカートとでこれ下に普通にショーツの水着がついてる3点セットになるんですけど、このねシルエット、このワンショルのアシメの感じとか後ろから見たシルエットとかもめちゃくちゃ可愛くて、今年の水着は絶対に買った方がいいと思います。はい、2つ目の水着はこちらになります。
このショルダーの紐がリボンで、細いリボンがポイントになっております。で後ろもね、ちょっと結構深い U になってて、1本線が入っているのが可愛くて、バッグもフロントも可愛い水着になります。ですね、このタグがオリジナルの可愛いセットアップの水着になります。カジュアルな感じで、素材がリブ素材になっています。お腹空いてないので、私は春巻きだけ食べさせてもらいます。スタッフのおこぼれもらいます。それでは2023年、メディタララインのお役に出しております。ベビー。